皆さんこんにちは。今回は、ある心霊写真について調査していきます。何度かリクエストをいただいた写真で、最近も貼られることが多いですね。古い写真で、幼稚園の集合写真を撮影したと思われるものです。不気味な顔が映り込んでいるのですが、写真の雰囲気もかなり不気味です。先日、こんなリクエストをいただきました。お面をかぶった園児たちの心霊写真を調査してほしいということで、まずは写真を見てみましょう。それがこちらになります。これ、心霊写真スレにはよく貼られることが多いかと思いますので、知っている人はかなりいらっしゃるかと思います。右側の窓に、白い顔がこちらを見ているのがお分かりいただけるでしょうか。明らかにこの世のものではない、不気味な顔が浮かび上がっています。この写真、いろいろと怖いところがありまして、背後の教室が真っ暗だったり、園児が持っているお面がやけにリアルというか、生々しいんですよね。ぱっと見、かなり古い写真なので、不気味に見えるのはそのせいかもしれませんが、ただの心霊写真ではない、そんな感じの写真になっております。話を戻しますが、リクエスト主さんから気になっている点を2つ教えていただきました。1つ目が、やけに先生が大きいのではないか、という点です。私も見てみましたが、でかすぎますね。思わず笑ってしまいました。2つ目が、以前に5チャンネルで、白い顔は室内のテレビである、ことが判明したそうで、その元ネタが見当たらないという話です。二つ目に関しては私も初耳でした。いろいろと私も気になるので、この写真について調べてみました。まず、先生でかすぎ問題についてですが、実は私はこの写真をかなり前からネットで見かけておりまして、その時は先生は適正サイズだったかと思います。昔から見ている写真だったため、冒頭の写真を見ても言われないと気づかなかったです。これに関してははっきりと断言できますが、先生が大きいのはコラ画像です。元画像はこちらです。よく見ると頭とか肩が折り目をはみ出しちゃってますよ先生。しかしながら、後方に映っている顔は元画像にも変わらず映り込んでおりまして心霊写真だということに変わりはないです。噂によれば、5チャンネルで真相が判明していたらしいので、当時のスレを探してみましょう。さて、調べてみるとまとめサイトにてこのようなスレがヒットしました。そしてこのようなレスが書き込まれています。そういえばこの前の心霊スレで有名な幼稚園の心霊写真の謎解明されたのすごかった、というレスです。これに対して、霊の写真が貼られており、テレビをつけっぱなしにしていたらそこに女が二人映っており、それがたまたま顔に見えた、と書かれています。最初のレスで、この前の心霊スレで、と書かれているので、もしかすると詳しく検証したスレがあったのかもしれません。探してみます。このスレが2019年9月のものですから、これよりも少し前に似たようなスレがなかったか探してみました。調べてみると2019年8月に、このような書き込みを発見しました。例の写真に対して、テレビの映像が映っただけではないか、という書き込みです。どうやら拡大してみると、そのように見えるようです。スレ内だとこれ以上の情報はなかったので、私も拡大して確認してみました。拡大してよく見てみると、確かにテレビに二人の女性が映っているように見えてきます。わかりやすくしてみます。まず、白い顔の輪郭をなぞってみると、ほぼ四角形になります。そして、目と思われる部分が、女性二人の顔です。赤い線で囲ってみましょう。黒い部分が女性の髪、その中にあるのが顔の部分で、これらを囲ってみると女性が二人います。わかりづらかったら申し訳ないですが、確かにテレビの映像が映っただけという説は大いに考えられるのではないか、と思いました。二
通サイズにすると、やっぱり顔に見えます。気のせいかもしれませんが、先生の肩幅も結構広いですね。関係ないですけど。というわけで、情報をまとめますと、この写真には先生が大きくなっているコラバージョンが存在します。おそらくここ数年の間に作られたものだと思っています。5チャンネルにて顔の正体が検証されていたというのも事実で、改めて私も確認しましたが、確かにテレビの映像のようにも見えます。最後に、この心霊写真はそもそもどこが発祥だったのか、紹介いたします。この写真、このようなバージョンも出回っています。以前、別の心霊写真を調査している際に見つけたものです。コピーライトが表記してあり、そこには中岡俊也という名前が書かれています。オカルト好きの方ならばご存知かもしれませんが、結構有名な超常現象研究家の方です。この人、70年代のオカルトブームの中心にいた人物の一人だったようで、よくテレビにも出演されていたそうです。そして、何冊ものオカルト本を出しておりまして、その中に心霊写真をまとめた本も数多くあります。その中に掲載されていたのが、この写真です。調べてみると、具体的に書籍まで紹介しているブログが見つかりました。続恐怖の心霊写真集、という中岡氏名義の書籍に掲載されていたようです。本によれば、写っているのは東京、葛飾区の幼稚園で、昭和50年に撮影されたものだそうです。中岡氏曰く、写っているのは園児に関係のある女性だそうです。女性だったのか？中岡氏の心霊写真本について、私も少し調べたことがあるのですが、古い写真特有のカメラの仕組みによって起こる典型的な心霊写真が多かった記憶があります。かなり昔の本なのでしょうがないですね。あえてこの顔を幽霊とするならば、個人的にですが笑みを浮かばせながら園児を見守っているようにも見える気がします。この地で子供たちを見守る優しい幽霊なのでしょうか。最後にクソデカ先生の写真を見て終わりましょう。どうぞ。いかがでしたでしょうか。結構有名な写真ですよね、これ。個人的には、窓の顔が怖いというよりは写真全体の雰囲気が怖いですね。鬼のお面、よくできてます。怖い、